ロサンゼルス軍都市圏交通局ロサンゼルス軍都市圏交通局ロサンゼルス軍都市圏交通局ロサンゼルスカウンティメトロポリタントランスポーテーションオーソリティ略称ラックムタはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍の交通計画を策定し公共交通網の一部を運営する公共事業体である交通局では交通計画や交通政策 財政計画の策定なども言っている。メトロという名で、交通機関を運営している。交通事業者としては、アメリカ合衆国として2番目の規模を誇り、その運営地域は1433平方マイル。ピーク時に運行するバスの台数は2000台に上る。圧縮天然ガスを使用するバスの導入においては、全米一の規模を誇る。 ロサンゼルス都市圏の最初の大規模公営事業者であるロサンゼルス都市圏交通局が生まれたのは1958年のことでそれ以前の公共交通を運行した事業者としては次のような会社を挙げることできる。主に郊外への鉄道路線、バス路線を運行した事業者。会社自体は1911年の大統合により成立するがその元となった。 郊外路線の建設は1890年代に遡ることができる。1953年に電車運行権をメトロポリタンコーチラインズに譲渡した。ロサンゼルス市内の路面電車、バスを運行した事業者。略称はレイリー。ロサンゼルスの市街鉄道自体は1874年のバ車鉄道をその期限に持ち、 電車運行は1886年に始められた。ロサンゼルス鉄道は1894年に設立され、それ以前に存在した会社や同時期に設立された競合他社を吸収して拡大した。前世紀には軌道延長で 500km800 両の車両が運行された。1930年代以降はバス路線の整備にも力を入れていた。 パシフィック電鉄の軌道幅が 1435mm であるのに対し、ロサンゼルス鉄道の軌道幅は 1067mm で、このためにロサンゼルス市内には参戦機場が随所に設けられていた。1944年にはロサンゼルス鉄道とロサンゼルスの市内のバス路線を統合して生まれた会社。GM のバス市会社であるナショナルシティラインズの支配下にあり、 支配下の14年間に路面電車路線は当初の半分に減少したが全廃されることはなかった。またトロリーバスの運行やショッピングセンターと連携して無料乗車証を発行して自家用車利用客を公共交通に誘導するなどの積極策も行っている。ロサンゼルスでは高速鉄道やモノレールの計画があり、それを実現するために1951年に 設立されたのが、ロサンゼルス都市圏交通局である。1958年には、モノレール建設の布石として、メトロポリタンコーチラインズと、ロサンゼルストランジットラインズを買収し、ロサンゼルス都市圏の鉄道とバスの運行を一手に、引き受けたが、モノレール自体は実現することがなかった。南カリフォルニア高速交通局は、南カリフォルニア全域の公共交通サービスを、 提供する目的で設立され、ロサンゼルス、サンバナディの、オレンジ、リバーサイドの、各軍の民間バス会社を吸収し、攻撃のバス運行を行った。主な施策は、バス交通の改善にあり、1974年には、エルモンテに向かう高速道路上に、専用のバスレーンを設け高速通勤バスサービスを始めた。南カリフォルニア高速交通局は、 ロサンゼルス大都市圏の公共交通の発展に一定の役割を果たしたが人口増加に対応するために組織の再編が図られ1973年よりオレンジ軍、リバーサイド軍、サンバナディーノ軍の各軍では独自の交通局の設立が図られた。同時にロサンゼルス軍内では鉄軌道による LRT、地下鉄の建設が始まり、こうした 鉄道路線の計画、建設、運営を効率よく行うことが求められた。こうした課題に対応するために、1993年、南カリフォルニア高速交通局とロサンゼルス軍交通委員会を統合することで誕生したのがロサンゼルス軍交通局である。ロサンゼルス郡交通局は、鉄軌道の整備に力を入れ、南カリフォルニア高速交通局時代に、 開業していたブルーラインに加え地下鉄、レッドライン、LRT のグリーンライン、ゴールドラインなどを開業させている。数字は2005年9月のもの、1993年に開業した地下鉄路線、2000年にノースハリウッドまで延長された。ノースハリウッドから先はオレンジラインのバスがサンフェルナンドバレーを東西に走っている。1年を通して 観光客で賑わうハリウッドやユニバーサルスタジオを通ってハイテク工業地帯へと抜ける路線であるためブルーラインとは対照的に沿線の治安は良いスピードをはじめとする様々な映画に登場するメトロの幹線と位置づけられており正式名称はザ・ A ラインであるウィルシェア・バーモント駅で2方向に分岐しているが現在は2つの運転系統を 別々の路線として扱い、ユニオンステーションでオスハリウッド間を、レッドライン、ユニオンステーション、ウィルシェアー、ウエスタン間を、パープルラインとしている。重複区間のユニオンステーション、ウィルシェアー、バーモント間は別々の路線が、同じ施設を共用している、という扱いになっている。なお、ノースハリウッドより先は、オレンジライン、バスを、順次。 レッドラインの延長線として置き換えていくことが視野に入っており、今後の輸送量の動向などと照らし合わせ、具体化していく予定である。10.6マイル、8駅、内5駅は、レッドラインと共用。現在は2区間のみの視線のようになっているが、もともとは、こちらが、レッドラインであった。2000年、ハリウッド方面に分岐線ができたとき、そちらが、 レッドラインの本線となりこちら原田にパープルラインとなった。地下鉄のビーチへの延伸というのが市の公約であり、レッドラインがハリウッドに向かった以上ビーチへ向かうのは、このパープルラインというのが当たり前のように思われていた。その方向で経由地終点予定地が検討され、センチュリーシティ経由でサンタモニカビーチに到達させるという形に浜とマカケタが ここに来て新たな意見が急浮上してきている。ビーチとハリウッドを一本でつなぎたいという意見がそれである。これはピンクライン、ピンクライン、工術をサンタモニカビーチへ延伸させるというもので、パープルラインはピンクラインとの結節予定点であるウィルシェア、サンタモニカ駅から南下して別のルートとするという案である。こちらが採用されると、 ダウンタウンから直接ビーチまでつながる線はなくなってしまい必ず1回の乗り換えを余儀なくされることになるそれを解消するためにレッドラインがハリウッドウエスタン駅からさらに分岐してビーチに向かうという対案も出ているがこれだとダウンタウンを発射した列車はレッドとパープルに一分岐してさらに分岐をすることになり各系統の本数が激減してしまうため 現実的ではないという見方が強い。結果として、サンタモニカビーチから見て、ハリウッドとダウンタウンどっちを優先するか、という議論になっており、関係者を悩ませている。なお、結論が出なくとも、交通局では、建設を始めると発表している。大半の部分は、どのような結論が出ようとも、絶対に作ることになるため、未確定部分以外の建設に着手する予定である。 1990年に建設が行われた LRT 路線。ロサンゼルスのダウンタウンから南進し、ロングビーチ市の中心部に向かう。軌道用地として、貨物線として用いられていたパシフィック電鉄、ロングビーチ線の跡地が活用された。期間 1435mm、河川終電方式。途中サウスセントラル、ワッツ、コンプトン市などのスラム街を通り、 ほぼ全線にわたって低所得者層の住宅が立ち並ぶモノ車内の治安はよく一人でも気楽に乗れる路線である。ラックスからグリーンラインとこのブルーラインを乗り継ぐ乗客が比較的多く車内に殺伐とした雰囲気はない。LA の鉄道は全般的に治安が良いのが特徴である。開業年度では一番古いが正式名称はザ・ B ラインであり、 公式路線図でもレッドライン、パープルライン、ザ・ A ライン、正式にはレッドラインの視線という扱いの目の後に書かれている。使用車両は日本製で客室戦闘に日本車両ジャパンと明記されている。1995年に開業した LRT 路線でロサンゼルス南部を東西に横断する。ほぼ全線にわたって、 高速道路 I-105 の中央部分に敷かれた高架線路上を走る。西側ではロサンゼルス南西高の高級住宅地として知られるレドンドビーチに入る。アビエーションラックス駅でロサンゼルス国際空港のターミナルに向かう無料シャトルバスと接続している。正式名称はザ・シーラインである。1999年に建設が始められ2003年に 開業した路線、ロサンゼルス北東港の高級住宅地であるパサギナ市ではオールドタウンの地下を横切り、高速道路 I-210 の中央部分を走行する。シエラマドレビラには自動車利用客の利用促進を図るため、巨大な駐車場が設けられているパークライドという。2009年11月15日にユニオン駅から南側、 リトル東京を経由して、イーストロサンゼルス、アトランティックまでの延伸工事が完成した。北側の終着駅であるシエラマドレビラから、東側でも同じく、モンロビア、アズサ方面への路線の延伸工事が行われ、2016年にアズサ地域まで延伸した。正式名称は、ザ・ D ラインである。延伸先のアズサという地名が日本語から取られたとする間違った。 記述が日本国内でしばしば見受けられるが、実際は A2、Z in the USA、つまりアメリカのすべてといったような意味合いで名付けられたのであり、日本とは何の関係もない。2009年以降順次開業、レッドラインのハリウッド、ハイランド駅からウェストハリウッド、ビバリーヒルズを通り、ミルシェアー、ビバリー駅で計画中のパープルラインと接続、さらには、 ラブレアを北上し、ハリウッド、ハイランドに戻る環状線である。これができると、ハリウッド、ウェストハリウッド、ビバリーヒルズそれぞれの地区内に点在するショッピング等が有機的に結ばれることになり、完成が大いに期待されている。全線開通予定年度はまだ発表されていない。セブンスストリート、メトロセンター駅から南下し、 エクスポジション BLVT を精神し、サンタモニカビーチに至る路線。すでに開業していた、ブルーラインのピコから分岐して2012年4月22日、カルバーシティまで開通した。路線の色は、ライトブルー。ブルーライン、ゴールドラインと同じ LRT 規格で作られ、セブンスストリート、メトロセンター駅から北上して、レッドラインとは別ルートで、 ゴールドライのユニオンステーションに接続し、LRT 参戦が直通運用されることも決定している。セブンスストリート、メトロセンター、ユニオンステーション間は参戦のうちどの路線となるかは未定であるが、レッドラインとパープルラインが共用部分をあたかも別々の路線のように扱っていることから、おそらくここも同じように参戦が並行して走っているかのように扱われるだろうと見られる。 車両は日本車両製電車、シーメンス製電車、近畿車両製電車がブルーラインと共用で運用している。前者の日本車両製電車、シーメンス製電車は以前ゴールドラインで運用されたのだが、同線が新型のアンサルドブレーダ製電車に切り替わったことで、移ってきたグループと2016年から投入開始された新型近畿車両 P3010 型で構成されいる。 工述の通り、バスは種別によって、車体の塗装が区別されているが、あくまでこれは原則であって、実際の運用の場合は別の色のバス、特に台数の多いローカルのバスが、多種に回される子が多いが別の種別としてやってくる、ことがあるので、行き先をよく確認する必要がある。メトロラピットの大動脈である720番は、時折、ローカル用の連接仕様のバスが、 当該路線として運用されることがあり、また後日のディズニーランド行きのメトロエクスプレスの460番はでは、なくて、オレンジのローカル用のバスを使い回すことがほとんどで、ある。通常のバス路線で、オレンジ色に塗られたバスを使用している。系統番号1から399,600から699,300番台は、リミテッドサービス、600番台は、 イベント輸送用ダウンタウンを中心に放射状広がる、路線と、その外縁部を連絡する路線により構成されている。24時間運行の路線、一部停留所を通過する、リミテッドサービスを、快速バスとは、別個に行う路線も多い。近年交通局が拡充を急いでいる、所要時間短縮のために、ルート選定や停留所数に工夫が行われている、バス路線も、 赤色のバスが使用されている。系統番号700番台の路線。主な区間としては、サンタモニカ市、ロサンゼルスダウンタウンを結ぶ720系統がある。また、系統番号900番台に、メトロラビット、エクスプレスというメトロラビットから、さらに停車地数を減らしたものがある。高速道路経由の路線で、ダークブルーのバスが使用されている。 系統番号は400番台。追加料金が必要。ダウンタウン、ディズニーランド間の路線、460系統は有名、かつ有益。サンフェルナンド渓谷で建設が進められている、バス専用道路、ノースハリウッド、ワーナーセンター。連接式のバスが導入される。2005年10月29日運行開始。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。